リックさん？すみません。それ、俺が持ってきたやつ、ちょこっとしかないし、ここにある木の実より安くて、その…すみません。俺なりにいいやつを買ったつもりだったんですが。あ、俺の木の実。あの、ディビスさん？どうしてそんな上の方に？これは特別な木の実だ。特別？火事で全てをなくす辛さを少しは分かっているつもりだ。俺は消防官だから。そんな辛い状況でもリックさんは俺を気遣って木の実を買ってきてくれた。ディビスさん。特別な木の実だ。春になったら食べよう。はい。リビングに戻ろう。